はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ででーん、腹筋ローラー。これ結構皆さんねやってると思うんですけども、腹筋ローラーで腰が痛くなっちゃう人、まあ、タートルも昔腹筋ローラーの動画載せてるんですけども、まあ、腰が痛くなっちゃうっていう人やっぱり結構コメントきます。まずですね、一つ言えることは、腹筋ローラーで腰が痛くなる人はまず腹筋ローラーが早いです。というのも、腰に来るっていうことは、腹筋に効く前に脊柱起立筋が限界が来てですね、腰に負担がいってしまっている、そういった場合がね多いです。もちろんね、これ腹筋ローラーが腹筋に効くからやりたいかもしれないんですけど、もちろんまず段階があります。この段階を超えずにいきなり腹筋ローラーすると、それは結構負荷がありますんで、腰を痛めて腹筋ローラーができなくなっちゃいます。ということで、まずは腹筋ローラーで腰痛いよっていう人は、プランクからね、まずしっかり始めて、胴体部分をしっかりね、基礎体力、まあ基礎筋力をつけてから、腹筋ローラーをしてもらいたいなと、タートルは思います。まずですね、こうやって膝ついてですね、もうこれぐらいしかいけない人。こういう人はもう、ドカーンといったら腰に来ることがあるんで、もう普通に、こう、これぐらいは攻めていけないと、まだ膝をついてね、腹筋ローラーをね、まだやらない方がいいです。まだプランクから入ってください。で、もうこの辺で、ああ、いけないいけない、危ない危ないってなっちゃうんだったら、まだね、脊柱起立筋が弱いです。まずは腹筋ローラーを使わずに、せめてですね、立ってコロコロするんだったら、足伸ばして、プランクよりも手を前で、せめてこれぐらいで、プランクぐらいできないと、まだ腹筋ローラーはね、こっからってバターンっていったら腰に行きますから、せめてこのプランクが手をついて、肘の位置よりも前、もう手を伸ばして腹筋ローラーするぐらい。例えばまあちょっと床滑るんだけど、せめてこれぐらいで止まったりできないと、腹筋ローラーした時に腰に行きます。でよくね、腹筋ローラーした時に手を伸ばして体もまっすぐなりきる。あとは背中を丸めたまま、お腹を力入れたまま腹筋ローラー。いろんなパターンがありますけど、例えば、まず腰を反らない。お腹力入れて下向いたままの腹筋ローラー。肘少し曲げていきます。これぐらい。これぐらいで、あれぐらいでやってる人は多いと思います。あれはまず脊柱起立筋をしっかり安定させてやっているんですけども、今のでももちろん腹筋効きますが、腹筋の収縮を例えば大きくしようと思うと、手を伸ばして、あれぐらいからお腹をしっかり伸ばしきって縮める。これで少し腰にくるよっていう人は、ちょっとまだ脊柱起立筋が弱いんで、しっかりね手を伸ばしてできるぐらい、これぐらいのプランクね、キープしてください。これぐらい、しっかりお腹を伸ばしきって体をまっすぐにして、一気にお腹を縮めながら帰ってくる。その方が腰を丸めて腹筋ローラーをさっきみたいにこれぐらいで、あれぐらいで動くっていうよりも筋収縮が大きいので、しっかりまあ伸びてね戻るっていう風に、まあ慣れた方が、まあ、回数は少なくて済むかなという感じです。はい、お疲れでした。今みたいにですね、お腹をしっかり伸ばしきって縮むっていうのと、お腹が伸びないように体を伸ばしていく、まあ、いろんなパターンがねあると思うんですけども、まあ、どれもね皆さんやっぱりいろいろやった方がいいんですけど、まあ、腰に来るよっていう人はまず腹筋ローラーだったら痛める可能性があるんで、まずはプランクをちょっと手を伸ばした位置で万歳するぐらいの気持ちで止まっとく。肘つくんじゃなくて手で体を伸ばして止まるっていうプランクをまずね、せめて10秒ぐらいをキープできたら、そっからまあ立ってね、腹筋ローラーコロコロした方がいいんじゃないのかなと思います。まあもちろん膝をついて腹筋ローラーする女性もいると思いますけども、まあ、女性だったら別に腹筋をね、負荷しなくっても腹横筋とかを鍛えて、あとは腹斜筋鍛えて、ウエスト細くできますから、まあ、腹筋ローラー実際ね、女性はいらないんじゃないのかなと、個人的には思います。まあ、あとはお腹を引っ込めたい男性っていうのは、別に腹直筋をね、鍛えなくっても、腹横筋で全然メタボとかね、お腹が例えばご飯食べたり飲んだりとかしたら、お腹出ちゃうっていうのはね、腹横筋を
しっかり鍛えればお腹がまあ出なくなりますから、まあ、腹筋ローラーじゃなくてもいいのかなという点があります。ということで今回は腹筋ローラーについてなんですけども、腹筋ローラー腰に来るよっていう人はまずちょっときついプランク、手を伸ばしてキープするプランク、それぐらいからやってもらって腹筋ローラーにレベルアップしてもらえたらと思います。ということで今日は腹筋ローラーについてでした。今日もご視聴ありがとうございます。よかったらグッドボタン、コメント待ってますんでよろしくお願いします。